買い物ができましたわ。あなた様にお店まで案内していただいたおかげですわね。この辺りにお店があることは聞いていましたが、私一人ではどうしてもたどり着けなくて。あなた様がお店を知っていてよかったですわ。ほら、さっき買ったアクセサリー見てくださる？キラキラ輝いてとっても綺麗ですわ。まるで自ら光を放っているよ。あら、本当に光が。この光、前にも見たような。なあ、授業退屈だな。早く終わらないかな。あれ、おい、携帯鳴ってるぞ。おい、授業中は携帯電話の電源を切っておけ。もし緊急の用事なら教室の外で話してこい。あら、おはようございます。いいお天気ですわね。授業中だった？そうなのですね。私は割合自由に単位を取得しているので、今日は授業がありませんでしたの。それより、その、よろしければ今からお時間ございませんこと？できればあなた様に直接お目にかかりたく存じますわ。え、今どこにいるかですか？実はもうあなた様のすぐそばにいるのですわ。なんだ、ヘリが屋上に降りてくるぞ。え、なんで？何かの訓練？とにかく行ってみようぜ。退屈な授業よりずっと面白そうだ。なー皆様、お騒がせして申し訳ございません。私は東堂明乃ですわ。以後お見知りおきを。一つお尋ねしたいのですけれど、あの方はどこにいらっしゃいますの？なんだと？この騒ぎはお前のせいなのか？見当たりませんわね。ですが、どこに隠れていようと見つけて差し上げますわ。出てきてくださらない？そうですか。ご自分でお出にならないのでしたら、私にも考えがありますわ。懸賞金をかけます。あの方を見つけた方には金一封を差し上げますわ。マジか。はいはい、ここにいます。あら、すぐ近くにいましたのね。何の用かですか？そういえばまだ用件をお伝えしていませんでしたの。実はあなた様にぜひ庶民の町を案内してほしいのです。昨晩あなた様に案内していただくことを思いついてから楽しみで、いても立ってもいられず学校まで来てしまいました。まだ授業があるから無理？でしたら授業がなくなればいいのですわね。なんだなんだ、何の騒ぎだ？ちょうどいいところに。あなたが学園長ですわね。今日の授業をなくしていただけませんこと？いや、そんなめちゃくちゃなこと言われても。あなた、誰に物を申しているのかお分かり？私は東堂明乃ですわよ。知り合いに掛け合えば東堂家の力で学校の一つや二つ。わかりました。今日の授業はおしまいにします。許可が出ましたわね。これで出かけても大丈夫ですわ。では早速、さあ手を掴んでくださいね。参りますわよ。あら、どこに行くかもう考えてくださっているのですね。さっきまでごねていましたのに、
積極的ですのね。嬉しいですわ。今日は二人で楽しみますわよ。はい、お疲れ。にしても本当あの子はやることがすごいわね。こうと決めたら一直線っていうか、天上天下唯我独尊みたいな。まあ秋野自身は悪い子じゃないし、あんたと関わってることで少しずつだけど庶民の感覚も覚えてきてるみたいだしね。世間の常識をしっかり身につけるまでもうちょっと面倒を見てあげたらいいんじゃない？そうしたら結構可愛い子になるかもね。あんたのことだから私に言われなくてもそうしちゃうんだろうけどね。さて今回はこのくらいにしておくわ。じゃあね。私眠っていたようですわね。不思議な夢を見ましたわ。庶民のことを教えてもらうためにあなた様を迎えに行く夢で。ええ、そうですわ。飛行艇のような空飛ぶ乗り物になって。まさかあなた様も同じ夢を見ていましたの？不思議ですわね。でもいい夢でしたわ。あなた様に街を案内してもらうなんて楽しそうですわね。そうですわ。夢だけでなく実際に案内してもらいましょう。きっと楽しいですわ。そうと決まったら明日にでも飛空艇であなた様の家へ迎えに行きますわ。まさに夢の再現になりそうですわね。